サッカーファンの皆さん、こんにちは。スタジアムでは間もなく FIFA ワールドカップの準々決勝が始まろうとしています。実況は私西岡明彦、解説は元日本代表福西崇史さんでお送りします。この試合に勝てば優勝も現実味を帯びてくるだけに、選手たちの全力のプレーが見られるでしょう。決して負けられない注目のこの一戦、日本がスウェーデンを迎え撃ちます。これはまた面白い顔合わせになりましたね。どちらのチームが準決勝に駒を進めることになるのか見当もつきません。白熱したゲームになりそうです。日本のスターティングメンバーを見ていきましょう。攻撃的な 3-4-3 ですね。個々の選手の能力が重要です。スウェーデン女子代表のメンバーをご覧ください。攻撃的な 4-5-1 ですね。ボールダッシュが鍵になります。前半開始です。清水梨沙、ゴール前に入ってきました。打った、キーパーがセーブしました。ルベンソン、アスラニ、アンデルソン、ゴールチャンス、きた、先制ゴール。試合開始早々に決めてきました。あえてニアポスト側にシュートしてきたようですが、問題はキーパーですよね。あのコースは反応できたんじゃないでしょうか。熊谷咲希、南萌香、田中美奈、長谷川、パスがつながる。面白い展開でしたが、結果にはつながりません。エリクソン、ここは相手がやすやすとカット、ボールをアタッキングサードへ持ってきました。少し早計でした。攻撃は阻止され、相手にボールを奪われています。これは裏へ出してきました。ブラックステニウス、スティーナ・ブラックステニウス、清水、高橋、清水梨沙、田中美奈、田中、
パスを回して相手の隙を伺います。いい組み立てでしたが、ここでボールをロストしました。さあ来た、入った、ゴール、同点に追いつきます。リプレイが出ます。スルーパス1本で決定的なチャンスを作りました。そしてこのシュートです。あれだけマークされていても決めてきました。大したものですね。アマンダ・イレステとナタリー・ビョルン、ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。遠藤純、ここは裏を狙った、止めた、キーパー止めました。近距離からのシュートでしたが、素晴らしい反応を見せましたね。リードするチャンス、鮮やかなタックル、ここはタックルで回避、相手のシュートを許しません。ここはカウンターのチャンス、ディフェンダーが戻りきれていません。狙えそうだ、しっかりついてクロスをブロック、アンゲルダー、アンゲルダー、ビョルン、ここでヤコブソン、ヤコブソン、コソバレ・アスラニ、スティーナ・ブラックステニウス、このコースは読まれていたか、裏を狙う、よく見えています。いや、ここは相手がカットしました。アンギエルダー、ブラックステニウス、ボールパーソンからボールが渡されて、ゴールキックからのリスタートとなります。今のシーンをもう一度ご覧ください。これで同点となります。ディフェンダーがしっかりマークしていました。遠藤、チームが攻め上がっていきます。ここからどう展開していくんでしょうか。かなり押し込まれた位置でしたが、うまく対応しました。アディショナルタイムは1分です。美しいパスですね。ここから守備を崩そうかというところ、コーナーです。得点を決めてリードできるでしょうか。コーナーキックが入ります。ここでホイッスル、ハーフタイム。さあ後半です。ここまではどちらも譲らない試合展開でした。ゴール前に入ってきました。中へ切り込んできた。
そろそろ仕掛けるか。このシュートは運がありません。当たらなければ入っていたでしょう。フリドリーナ・ロルフォ、ルベンソン、コソバレ・アスラニ、ロルフォ、これは相手にパスしてしまいましたね。低いパスはわずかに味方と合いませんでしたね。相手のスローインになります。遠藤、ここでボールを取り返します。ゴールなるか。おっと、これはナイスブロック。ブラックステニウス、鮮やかにパスを回しました。ブラックステニウスに絶好のチャンス。このボールは止めただけ。クリアできるか。ここはしのぎました。危険ではありましたが守備が上回りました。しかしあれを止められるとは思っていなかったでしょうね。セーブされてなければ試合をリードしていました。はい、しかし相手の攻撃は途切れていません。一旦クリアしてピンチをしのぎます。このボールはスローイン。両チーム交代があります。これは見事なパスカットです。アンデルソン、フリドリーナ・ロルフォ、カロリーネ・セーゲル、このパスはカット、読んでいたんでしょうか。コソバレ・アスラニ、アスラニ、スティーナ・ブラックステニウス、華麗なパス回しです。これを決めればリード。おっと、ここはキーパーがセーブします。いいパスだ。ピンチをタックルでしのいだ。長谷川、高橋、杉田ひな、さあ攻守交代です。フリドリーナ・ロルフォ、ここでブラックステニウス、ここまでアスラニ来た、ゴール。再び相手を突き放します。一人で持ち込んだ上でのフィニッシュです。かなりの距離を走っていますね。ディフェンス側は何をしていたんでしょうか。試合終盤でついに均衡が崩れました。果たしてこの1点が決勝点となるのでしょうか。杉田、取り返しました。同点に追いつくにはこれが最後の攻撃になるかもしれません。残り時間はわずかです。長谷川、裏を狙ってきた。これは記憶に残る同点ゴールです。サポーターにはたまりませんね。ここからの展開は見逃せません。
リプレイが出ます。なんといってもこのスルーパスですね。このミドルシュートは威力もコースも完璧でしたね。今日のハイライトになるんじゃないでしょうか。これで同点となりました。次のゴールはどちらのゴールとなるでしょうか。アンデルソン、ロルフォ。試合終了が近づいています。現在同点ですが、この攻撃で勝ち越せれば勝利はほぼ確定でしょう。サイドにスペースが空いています。うまいパス回しです。シュート。試合終了間際、待ち望んでいた勝ち越し点が入りました。非常に見応えのある接戦でしたが、試合を決定づける値千金のゴールです。映像が来ました。このスルーパスは味方をよく見ていましたね。フィニッシュはニアサイドを狙ってきました。キーパーはノーチャンスでしたね。試合終了です。大歓声のサポーターの前でホームチームが次のラウンドへの進出を果たしました。勝ったからいいようなものの、しっかり守れていれば1点差にまで迫られることはなかったはずです。こういう戦い方がいつまでも通用するとは思えないので、次のラウンドの試合までに問題の修正に取り組むべきでしょう。